ーホリデイワイモチャの福袋アマンお風呂前編。今日のアマチャでございます。アマチャだね。いつものルーティンですね。お風呂でスンスンするタイムです。なんかあるんですかそこに。だんだん怖くなってくるんですけど、そこで毎日スンスンしてるのを見てると大丈夫ですかね。またお風呂洗いたいんですけどね。入浴剤が周りに固まってるんで昨日の入浴剤が、入浴剤汚れがさついてるんで、洗いたいんですけど、あんまちゃんどいてもらえます。嫌だって言ってる。それでは本編スタートです。どうもプニです。元気ですか皆さん。ハッピーホリデー。いやーどうですか、楽しんでますかクリスマス。今日はねワイワイおもちゃ箱さんの福袋をね開封していきたいと思います。もうちょっとね高額の福袋をね買いたかったんだけどすいません、ちょっと手に入らなくて、でもねなんとかね2点、この2点ね手に入りました。ワイワイおもちゃ箱さんのねリンクはね概要欄に貼っときますんで、皆さんもねぜひ購入してみてください。さあそれではね、今日はねこの一袋開けていきます。クラッカーでもしますかせっかくのクリスマスだしね。さあ行きますよ、皆さんご一緒にハッピーホリデイ。ダメだしょぼいの、パワー不足だの。セリアで買った100円のやつなんですけど、日本製なんですけどね、しょぼいな。というわけで、こちらね2750円税込みのね、福袋になります。いやーどんなかな楽しみですね。じゃあこんな感じでやっていきますか。1本ずつね出していきます。さあまずはね1本目ですね。こちらは背面がすごい綺麗ですねていうか上見えちゃってるね。まず1本目はね、ジャリンコチエでございますね。いや、このアニメ結構好きだったなぁ。ネット相場はね、270円ぐらい。まあ、だいたいね、250円前後のソフトが出てくると思います。端子もね、綺麗に清掃してあります。いや、素晴らしいですね。さあ、次ですね。あ、これはあれだな、見たことある色だな。忍者ハットリくんですね。こちらはね当時遊んでおりましたよ。私藤子不二雄好きなんで、ネット相場250円ですね。いやこれいいですね。私のね大好きなソフトですねなんで片言なんだ。あのちくわが降ってくるやつ、あれ撮るのいいよね。さあ次です。次はバックアップカセットって書いてあるね。ドラクエかな。ドラクエしか想像つかないわあ、ドラクエでよかった。ドラクエ3ですね。いやこれはねやりましたよ。やったやったネット相場290円ですね。いやこれはねいいです。もうほとんど覚えてないけど。当時やったっきりやってないんだよな、3は。さあ次ですね。次はむちゃくちゃ綺麗ですね。これもバックアップカセットですね。サラトマかな。あ、違った。ホームランナイターですね。いや、いいんじゃないですか。
こちらも270円ですね。すごい綺麗だし、このね、絵が結構好きなんですよね、グラフィックが。端子むちゃくちゃ綺麗だな、これ。いや、これは、嬉しいですね、備品ですんで。持ってるのよりも美人かな。さあ次ですね。次は皆さん何でしょうか。このカセット、ナムコのカセットですね。何のソフトが出るのか。何のソフトなのか。というわけで、ソフト名はね、裏にも出てましたね。ゼビウスでございます。これもね、あのアーケードでね、結構やったんですよ。290円ぐらいですね、相場はね。それがね、ファミコンでできるということでね、当時買いましたね。さあ次ですね、これもむちゃくちゃ綺麗だな。なんだろうこれ、オレンジ色。ヨッシーのクッキーか。ダメだ私、色当て。全然ダメだ。皆さんは当たってます？210円ぐらいですね。ま、これ綺麗だもんな。キレヨッシーのクッキーですね。綺麗なんで。キレッシーです。キレッシー。ありがとうございます。さあ、次ですね。次は、あ、これもナムコのカセットですね。さあ何のソフトが出るのか。スーパーチャイニーズでございますね。裏にも書いてあったって、気づかなかったな。ネット相場270円ぐらいですね。いやーこれもね、ラベルが綺麗だし、いいですよね。ワイワイおもちゃ箱さんのね、福袋はね、綺麗なものが多いんですよ。さあ次はね、ジャレコのカセットですね。何のゲームが出るのか。フィールドコンバットですね。ジャレコ。このカセットの形状結構好きなんだよな。かっこよくない？ネット相場150円ぐらいですね。いや、これいいよね。フィールドコンバット。どうですか？当時遊びましたか？私はね、遊んだことないです、当時。大人になってからやりました。さあ次ですね。次は対等のカセットですね。さあ、何のソフトが出るのか。何も入ってないのか。あ、ジャイロダインだ。いいじゃん。イェーイ。ジャイロダイン手に入りました。ネット相場がね、260円ぐらいですね。お、いいんじゃない？端子も綺麗だし。茶色ダイン。またやってみたくなるよね。さあ、ラストですね。ラストの一本は何なのか。さあ、ラストの一本です。何のソフトなのか。バンダイのソフトですね。ゲゲゲの鬼太郎、妖怪大魔教ですね。こちらは、ネット相場がね、260円ぐらいなんですけど、レアソフトがね、存在するんですよ。起動するとわかるんですけど、やってみましょう。このようにね、M の字が出てると、ダメです。というわけで、ハズレでございました。まあ、どうですかね、こちら。まあ、相場からすると、まあ、大体、相場通りの福袋なんですけど、結構、ラベルがね、綺麗なものが手に入るんで、おすすめでございます。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いや、明日もね、もう一本開けていくんですけど、楽しみですね。皆さんクリスマス楽しんでくださいね。バイバイ。